はい、今回はで、ですね、埼玉東部ね、10年目記念ということで、いよいよ4作目となり、4作目です。2009年の、ね、傑作と言われている白と黒のナイフをご紹介したいと思うんですけど、はい、今日ゲストに小雁ダンスの、はい、もう今有名な小雁ダンスに来ていただいたんですけどね、これね、前回のね、ほら、そう3回目の大いなる芸が振り返ったらね、意外とね、僕たち何もできない。もはやね、全てが幻みたいな感じでした。そうなんだ。僕もね、すごい低い評価なんですよ、で、前回の流れでくると、はい、このままだと真由美さんに切られると、埼玉もうできないっていうので、ちょっと一念放棄して作ったのがこの一作、白黒はっきりしろみたいなのを俺たちつけてくれたので、チラシも急にかっこよくなってますからね確かに。もうでもこの年からなんですよ、両平さんフューチャー。あー、確かに、このシャツ1個をね。そう、今までは写真載せたくなかったけど、あのいろんな、ね、あの大人の事情でちっちゃい写真とかも、逆に中途半端なチラシだったのを、もう思い切って洋屋さんで行こうと、埼玉の。で、前にさ、もう大満足。洋屋さん押すなら OK みたいな感じで、洋屋さんのめちゃくちゃかっこいい写真でね、作られて、白と黒の大満足。小川さん、どうですか？やっぱり床が白と黒って、確かに、あれもメイキングだったかなと思って、完全に真ん中で白と黒に分けた。で、上半身がワイシャツで、下半身が黒で、横に寝っ転がっててっていうのがすごい、そのイメージがすごい強くて、あ、まあ、そこから変なことやってるね、はい。ちなみに皆さん、構成的にはどんな感じなんですかね。構成はね、あ、まあ、確か、あとね、カツがね、こう、ウサギになったのこれでしょ。え、これじゃん、これじゃん、それじゃん、それじゃん。あ、そうか、うん、これはね、4人ダンスだ。思い出深いんだ、ね、あ、僕が好きなのはあれだね、角材部屋だね。あ、角材を使ってちょっと立体的に、ね、これ結構小川ちゃんめちゃくちゃ大好きなの、ね、大好きな、ね、空間を、角材を置くだけでいろんな空間に見せるって、ね、そうそう、とても両方上手なんですね。そう、で、僕は文系だからなんか下手くそなんでね、意外とね他にはどうですか、これあとね、ストーンズが踊ったり、これコントは何やってるんですか。あ、コントはあれだな、あの喫茶店の、はい、そうそうそう、ひどいやつですね、そこに、ね、そうそうそう、どっちかというとひどいなやつじゃあ、僕一言もセリフなくてマスターを永遠にやってて、まあ、そういうの似合うけど、で、結局あれだよね、あれケンちゃんも話がまとめられなくてドカーンで爆発させて終わりっていう、そのパターンの流行ったことがね、第1弾なんですよ。あ、そうかそうか、第1弾で爆発させて終わっちゃえみたいな、ドカーンで終わっちゃうっていうコントが始まった。で、青田もこのぐらいからすごく熱心にそのヨガとか始めて、その技をちょっと見せ始めた。見せ始めた。試して買っちゃって。あ、ありましたね。これ試して、ね、NHK の某番組から。それここでしかやってないね、これ。僕超やりたくなかったんですよ。もうね、あのさっきね、ちょっと振り返ってたら、はい、本当やる気なかったそうですよ。そうそう、我々は押してたんだけどね。でも、あの時でもあれでしたね。全員さ、あの野田さんの舞台で出たら、ね、全員金髪なんですよ、良平さんとか。そう、ちょっと異常な感じだったね。かっこよかった。あ、あれニルバーナのスメルズライクで、うん、でもね、その辺はでもね、やっぱり、ね、細かくね、結構ね、やりたいことをやり通してる。ニルバーナとそんなやれそうでやれない。やれない。ね、しかもリフの、お、あの要するにイントロだけ踊って歌い出してはけて終わっちゃうっていう、かっこいいわ。絶対絶対。これ歩きコンタクトってのもあるんだけど、これまで実は僕リトルバリーの。いや、ああ、これすごい時間かかった。すっごい時間かかった。結構凝ったんだよね。すっごいおしゃれ。これ全体踊りってあるんだけども、こう複雑に結構やってる。なるほど。人にコンテンポラな技も使いつつ、オープニングも確かこの時からですよね。ほら、15分とか20分ぐらいかけるシーンやったから。そうそう、そうだね、確かに。ゆったりゆったりしたシーンをやって。これは人生のアリアの曲がね。なんかすごいね。それもやらないよ。やらないよ。でもそういうのがだんだんこの埼玉の作品の色が出てきた。王道、埼玉の王道の第1号。第1号。確かに。これが、まあ、プロトタイプですよね。プロトタイプ。いわゆる。うん、2006年、7年、8年で、ね、東京で焼き直しとかやってきて、そうで、8年で大失敗して。ちゃんと書いてあるな、これ。うん、さあ、白黒つける。これ、マイムさんにかけ、書かされたんじゃないですか。ダメだったらまだ終わりだよ、みたいな。これはそうですよね。これね、裏のチラシも結構持ってますね、裏面も。こう、牛さんがいっぱいと白と黒で分けたりとかね。ちょっとほら、あ、これやっぱ15周年記念、埼玉芸術でしょ。あー、そうだ。なんか気合い入れてチラシも作ってたりとか。この男たち、ギルティーですから。気合いと気合いと。ギルティーですね。この時は
が、あこの時まだあれですよ、達郎が去年から入ってたりで、ね、まだギタロは登場しないんですね。してないですね。ここはだから落ち着いたギリギリのところじゃないかな。12人で固まったタイミング。いい作品が作れたわけですよね。意外といい思い出多いんじゃないですか。これ多いですね。からですね、これぐらいからちゃんとその打ち上げで出してもらえるお寿司が美味しい。お寿司がちゃんとしたお寿司がもらえるのか。そんな気がするな。確かにね、そう思いますね。それまではね、我々のことはタイムに応じてランクの寿司がね、松竹梅の前で賞が来るようになったと、記念すべき一本ということで、ね、この2009年の作品、今度の白と黒のナイフということで、今日のゲストは、1個重要なことありますよ、はい、こっから、ほら、埼玉公演2009新作、これをね、必ず入れろって真由美さんに言われた曲なんですよ。絶対、これ以降の作品全部新作入れてるんですよ。確かに。そこまで新作じゃなかったですもんね。その通りだ。その通りです。ここからしっかりやり始めたという記念すべき一本でしたけど、今日のゲストは古賀武史さんでした。